今まで俺の口から出た言葉は全て嘘だったんじゃないかと思えるくらい腹の底から出た本音。やっぱりあいつ人間殺せないだろ。ぶっ殺してやる。こいつは俺が払う。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。でも呪いはほっとけねえ。いい機会だ。教えてやる、本物の呪術というものを。俺はヒーローじゃない、呪術師なんだ。だからお前を助けたことを一度だって後悔したことはない。我々の強さ、死をもって広めるとしよう。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。今度は泣いちゃうかな。現実と理想のすり合わせができてないバカなガキは。彼は今まさにそのすり合わせの真っ最中。どちらかといえばバカはあなたです。宿儺の器は術師として未成熟と聞いていた。国戦を経験した者とそうでない者とでは呪力の核心との距離に天と地ほどの差がある。ブラザー、お前は強くなれる。国戦辛いようでしたら今すぐ殺して差し上げましょうか。強いなお前ら。でも残念、私との相性最悪だよ。ごめん。僕はもう誰も傷つけたくなくて閉じこもって消えようとしたんだ。でも誰かと関わりたい。誰かに必要とされて生きてていいって自信が欲しいんだ。じゃあ払え。自信も他人もその後からついてくんだよ。ま、初めてにしちゃ上出来じゃないか。犬巻くんの優しさには絶対応える。犬巻くん、やはり折本里香の正体は底なしの呪力の塊。ますます欲しいね。愛してるよりか一緒に行こう。俺は弱くて誰も助けられなかった。思う存分呪い合おうじゃないか。本気でやる。もっと欲張れ。強くなりたい。最強を教えてくれ。まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。